台湾特有种 Part Two。台湾固有種 Part 2。大家还记得我们上一支影片教了哪些动物吗？可以再回去复习一次哦。那今天要教大家有关动作的日文。在做什么呢？何をしますか？在走路。歩く。路，在走路。鹿が歩きます。穿山甲，在走路。耳栓山高が歩きます。在跑。走る。野猪在跑。イノシシが走ります。熊在跑。クマが走ります。在跳。跳ねる。兔子在跳。ウサギが跳ねます。兔子蹦蹦跳。ウサギがぴょんぴょん跳ねます。在游。泳ぐ。鱼在游。魚が泳ぎます。在飞。飛ぶ。鸟在飞。鳥が飛びます。蝴蝶在飞。蝶々が飛びます。蝴蝶翩翩飞。蝶々がひらひら飛びます。在睡觉。寝る。猫在睡觉。猫が寝ます。猫呼呼睡。猫がぐーぐー寝ます。在唱歌。歌う。青蛙在唱歌。カエルが歌います。刚刚教的你都会说了吗？那么你有听过这些动物的叫声吗？听听看，是谁的声音呢？聞いてみよう。誰の声ですか？ウキウキ。ウキウキ。猜猜看，这是谁的声音呢？これは誰の声でしょう？あ、猿の声だ。是猴子的声音。ガオー。ガオー。猜猜看，这是谁的声音呢？これは誰の声でしょう？あ、熊の声だ。是熊的声音。にゃーん。にゃーん。猜猜看，这是谁的声音呢？これは誰の声でしょう？あ、猫の声だ。是猫咪的声音。ゲロゲロ。ゲロゲロ。猜猜看，这是谁的声音呢？これは誰の声でしょカエルの声だ。是青蛙的声音。ピーピー。哔哔，猜猜看，这是谁的声音呢？これは誰の声でしょう？あ、小鳥の声だ。是小鸟的声音。ブーブブブ，猜猜看，这是谁的声音呢？これは誰の声でしょう？あ、豚の声だ。是猪的声音。大家都很棒哦！有没有觉得学习日文很有趣啊？
那么影片就到这边，拜拜。